こんばんは、11月20日午後7時になりました、第682回のしゃべくり祭りの時間です。ちょうど祭りは寒かった。ストーブの前にね、縮まってましたよ。まあ、寒かったですよ。やっぱり全国的に寒かったんですかね。はい、ということで御嶽海に今日勝ちましたか。勝った。よ、もう勝ち先行だね。5勝4敗ですかね、まあこのままいってもらいたいね。ちょっと勝てば、あと3つ勝てば勝ち越し。まあね、頑張っていただきたいと思います。期待しておりますね。今日のゲストなんですけども、真田勝どき代表の貝沼和幸さんにおいでいただきました。貝沼さん、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ところで貝沼さん、はい、この太鼓でね、今日来ていただいたんですけども、はい、いつからこれ太鼓を始められたんですか。そうですね、昭和53年、はい、1978年ですか、はい、長野県の松本で、はい、33回の国体がありました、はい、その開会式で両陛下の前でね、はい、太鼓を打つってことで、両陛下の前で長野県中の太鼓が集まってやるということで、はい、私ちょっと東京にいたんですけれども、うん、松代に戻ってきた時に先輩から、はい、太鼓こういうのをやるからぜひ協力してくれと言われて、はい、先輩に誘われたのが最初でしたね。今から47年前ですか。うわー、すげー。約50年、はい、でどのぐらい出演かけられるか。そうですね、何百か何千かだね。もう多い時は100回から年間やってましたからね。あ、はい、じゃあもう何百回も。そうですね、超えてるね、はい。ところで大体主にはどんなところで出演してるんですか。そうですね、いろんなイベント、それと結婚式が結構先日もやってきたんです、はい、打ってきたんですけども、結婚式が多いんですよね。はあ、はい、なるほど。結婚式が多いね、はい。これ加納さん、まあ、いろいろなところで何百回もまあ出演されてるんですけども、はい、記憶っていうか記念に残ってるとか今思い出すのはどんなところで。やっぱり長野オリンピックですか。オリンピックの時にね、競技場の閉会式で打ったり、うん、それで長野オリンピックの PR のために、長野県で15人の中に選ばれて、アトランタオリンピックへ行って閉会式で叩いたり、もう本当にそうですね。あとシンガポール行ったり、ハワイでトラックの上太鼓乗して目抜きの奴隷を叩いたりとかね、なんか結構ね、指導にも行ったり、外国行った回数がありますよね。イタリア、フランス、スペイン、まあそれは勝ち抜き太鼓ではなくて、やっぱりセッション組んで、はい。あと他にはどんなところを思い出します。シンガポールはね、向こうにも和太鼓のチームがあって、そこで指導に7回ぐらい行ってるかな。うん、教えに。あとオリンピック以外はどんなところ。オリンピック以外ですか、はい、伊勢神宮とか。あ、それから善光寺とか、ね、はい。平成13年ですね、はい、日本観光協会に選ばれて、伊勢神宮の内宮と外宮に奉納太鼓として日本で一つ選ばれて行ってきました。はい、あとはね、7年に1回の善光寺さんの御開帳、真っ白から江光柱出発の時と、善光寺さんに奉納した時に善光寺さんの山門の前で打つのが習わしとなってますね。はい、あと他にもなんかいろいろあるらしいじゃないですか。そうですね、まあオリンピックの時は本当にね、軽井沢行ったり、もういろんな競技場行って、白馬のジャンプ場行ったり、いろんなところを呼ばれて太鼓打ちに行きましたね。はい、ところでね、はい、記憶に残っている中でちょっとこれね、はい、写真ご覧いただいたんですよ。これは何ですか。
これはなんか中央通りで撃った時の写真ですね、はい、昔、はい、はい、これはこれはあの文部学校の前でやっぱりエコー馬車の出発式の時だと思います。あ、はい、なるほどね。これもやっぱり郵送でこれすごいじゃないですか、はい、これも長野の初売りの時の写真ですね。あ、はい、なるほど。これもそうだね、はい、これも同じところですね。これもかっこいいね。はい、あ、これもそうですね、うん、はい、これは、あ、これはですね、善光寺、善光寺でエコー柱の奉納した時の山門の前で撃った時の写真ですね。ここが、こっちが善光寺、あの山門側から撃ってる、あの撮った写真ですね。あ、そうか、善光寺はこっちの後ろか。はい、で、こっちは町の方。そうです。はい、なるほど、すごいじゃないですか。そうですね、すごい人ですね、いつも。これは松代ですか、これ。そうです。なんかあのこれ松代城の、はい、真ん中を私で大河の中まで撮った写真ですね。はい。なんかあの記念写真、なんかあのイベントの時の記念写真で。これね、ある長野の写真家の先生が、うん、あのどうしてもってことで、うん、あの写真撮り来て太鼓打ってる写真と揃った写真で一つのアルバムみたいのを作ってくれたんですよね。なるほど。はい。これも善光、これも善光寺の、はい、御開帳の時の写真です。これが三門かな、違うか、 それが三門ですね、はい、あ、町の方だね。あ、これ町の方か、うん、あ、そうです。あ、こっち善光寺さんの、はい、後ろか、手前ですね。あ、なるほど、はい、あ、あ、あ、この写真ですか。若い女性と何やってんの。いや、彼女はね、シンガポールの日本第五の生徒で、お、あの生徒さん、はい、教えに行った時の、シンガポール行ったの。シンガポール教えに何回も、何回も、はい、行きましたね。あ、この女性にだけ教えて、他にも、ま、大勢います。大勢、はい、たまたま、たまたま、はい、ああ、いいね、撮った写真ですね。あ、はい、これはどっか、これも初売りかなんかで撃った写真ですね、うん、なるほど、はい。あ、貝沼さん、また女性さん。これ長野でやっぱり撃った時に観光客の人ですね。あ、一緒に写真撮らせてください。この女性はさ、この勇壮な格好のいいところにもう惚れて、一緒に撮ってくださるんで、結構ね、外人さん、侍侍ってね、いろんなところで、はい、声かけられますね。あ、はい、いいね。これ髪の毛もこれ、うん、カツラの、うん、それはね、ちょっと秘密ですね。あ、秘密ですね。あ、なるほどね。秘密はいいね。はい、はい、これまたいいね。これはね、サナウ祭りのやっぱり出発の七巡の時のあの太鼓です。お、はい、なるほど。あ、あ、これはかっこいいじゃん、はい、これは懐かしい写真ですね。これは松尾城の太鼓門を復元して完成した時に、なるほど、はい、あの石垣の上で太鼓門で太鼓を叩いて、太鼓門で太鼓、はい、この石垣の上まで、ああ、あの持ち上げて、これ石垣の上です、太鼓門の横の、クレーン車かなんかでやったんじゃねえの、これ持ち上げたの、みんなで持ち上げましたね。はあ、はい、このでかいのも、はい、何人ぐらいで持ち上げるの。60人ぐらい、6、7人いたかな、ねえ、はい、これのいいね、ねえ、懐かしいですね。はい、いいですね。あ、これは今度は外人さんの男の人ですね。そうですね。これもなんか国際大会が軽井沢のホテルでありまして、おうおう、そこで頼まれて太鼓を打って記念に、外人さんが刀、日本刀を持ったのには、おうおう、はい、持って。これはなんか表彰式ですか。はい、これはあの日本太鼓連盟の公認指導員の認定式ですね。認定式、はい、あ、その認定証をもらった時の、これは記念写真で、はい、全国の公認指導員の時の集合写真ですね。全国集まったんだ。全国です。北海道から鹿児島まで。なるほど、はい、すごいな。その1回目の時のあれだね、うん、これはこれは
これは市民会館ですね。はい、市民会館で撃った時の写真です。はい、これまたかっこいいね、郵送で。はい、これは文部学校の前で、やっぱりエコー柱の出発式の時の写真です。はい、あ、かっこいいわ。いや、これみんな撮っちゃうね。はい、いえ、ねね、これは何かろう。これもインターナショナル、先ほど外、あの外国の方の大会で撃った時の写真ですね。はい、これはこれは式の時の、はい、なんか認定式で、ま、座ってる時の写真ですね。これなんか話してます ね。これは太鼓のいわれの口上を述べてる時の。それでこれ、うん、お話ししてから打つ。はい、あの太鼓のいわれを言って、それから太鼓を打つんですけどね。はい、これもかっこいいね。あ、これは、ええ、造山神社の佐久間正山先生の弟子の、はい、あれですね、あの像像を作った時に打った時の写真ですね。はい、これもそうだな。はい、これもそうですね。あ、この人さ、はい、若い頃の師匠さんじゃねえ。そうです、今の。そうですね、小宮師匠、わけオリンピックの閉会式の時にこの選手団ですね。皆さん選手団で、その中に。なるほど、はい、じゃあ当時選手だ、この人。そうです、ノルディックの選手で。金本さんの方にいるの。はい、私はあのこっちの方から写真撮ったんです。その横に座ったんですけど。はい、大山さんが撮った。はい、私が写ってるよな。はい、あ、じゃあこうやっぱり、当時写真で、はい、いや、あの当時のその選手の荻原さん選手も、うん、金本さんにかっこいいねとかなんとかのお話して。そうですね、はい、サインなどお互いに交換した。いえ、そんなことですか。はい、なかったですね。あ、素晴らしいな。みんなね、私この時もあの隣にいる広橋君ですけど、やっぱりみんなこうあの発表来て、対抗長野県連盟の対抗で打ったから、あの格好では打ってないんです。はい、こういうね、 これもそうですね、あの長野の初売りで打った時の写真ですね。はい、はい、これもそうですね、長野の、はい、はい、その時の写真です。そうですか。あ、この人さ、金ちゃんじゃん。はい、はい、どうしたの。やっぱり閉会式で、あのオリンピックの、オリンピックの長野オリンピックの閉会式で、あ、この人あの司会したもんね。そうですね、閉会式の、ね、閉会式の司会やって、それでこれステージの上なんですけれども、うん、たまたま小宮金ちゃんの隣にいたもんで、これの金間さん、はい、あららら、それで手を握って輪になって踊ろう、一緒に踊らせていただきました。あ、はい、いい経験したね。そうですね、まあ太鼓やってなければこんな経験がないんですけどね。はい、いろいろお話したり、舞台の上です。はい、すごいな、ステージの上で。どうだったんですか、これ。まあどうだったっていうか、うん、嬉しかったっていうか、興奮したとか。そうですね、ドキドキしたとか。もう何回もね、あのリハーサルはやったんですけれども、本番の時だけここに、あの本屋の金一さんが来るとは聞いたけど、うんうん、あのリハーサルの時はいつもいなかったからね。はい、それで本番の時は本当に隣に、あのちょうど立つ位置が隣だったんでね、うん、ちょっと緊張しました。リハーサルは違う人来るんだよね。ああ、そうですね、はい、金ちゃんはリハーサルやらない。やらないですね、本番だけで。本番だけ。はい、あ、いいかったね。まあこんなことなかなかない。これもそう。これもね、リハーサルの時で、はい、あの真ん中にいるのはあの、はい、シンセサイザーの北郎さんです、うん、お、はい、いろんな有名人だっていいね、右が私なんです。それ北郎さんと2人で組で、うん、あの後ろの太鼓をね、ステージの上で打って。素晴らしいや。はい、あ、よかったね。これはこれも先ほどの造山神社の銅像の除幕式。除幕式、はい、そこで打った太鼓です。すごいな、はい、これは、はい、
これも造山、うん、これはどこだろう、あ、1998年長野オリンピックで、オリンピックか、はい、打った時の太鼓ですね。まあ、ね、あの、その時間もなくなってきてしまったんですけども、うん、はい、太鼓打ってる時どんな気持ちです？いや、太鼓やっぱりこの格好で打つ太鼓ってあんまりないんで、あの、戦に勝ったその喜びを表現しようと一生懸命、はい、太鼓と。これからの夢はなんか希望とか夢はあるんです？そうですね。これからやっぱり先輩から繋いできた太鼓をね、また後輩後々に残していくように、なんとか頑張ってやってみたいですね。あ、なるほど、はい、その直近でですね、その予定みたいな何かあるんですか？はい、これでまた今週の日曜日に、はい、青木村の義民太鼓が40周年ということでお招きいただいて、はい、あの、行くことになってまして、それから長野駅の緑でまた新年初売りで1日3回お願いされています。はい、いろんな肩書き持ってるじゃないですか。はい、いろんな肩書き、どんな肩書き持ってるの？そうですね、今、日本太鼓連盟の長野県の副支部長と、はい、長野県太鼓連盟の副会長、はい、それと、あの、公認指導員を持ってますね、太鼓関係では。あ、素晴らしいな、はい、肩書きだけでも重てえな。いやということでね、はい、あの、時間も過ぎてきてしまったんですけども、はい、金本さん、最後にね、松代テレビご覧の皆様と、はい、それと、地域のね、はい、まあ、地域がね、松代地元なんだけども、皆さんに何か一言ありますか？はい、せっかくね、この松代に伝わる真田の勝ち時代を、はい、六文線を、旗印もとでなんですけど、太鼓にも貼ってありますけど、はい、ぜひ、あの、太鼓を見るより太鼓を叩いた方が楽しいですから。なるほど、はい、皆さんもぜひ見るより、はい、叩いた方がいい、叩いた方がすっきりします。あ、そうですか、はい、いやいや、ね、分かりました。だから皆さんもぜひ、あの、太鼓はいくらでも教えますので、はい、あの、声をかけてください。よろしくお願いします。はい、今日はどうもお忙しいところありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、はい、皆さん素晴らしいじゃないですか。いいっすね。いや、でもいいよ、気持ちいいよ、金本さん、痛いなってやるんだよ。ストレス解消なんだよ、ね、そうそう、ストレスなんてもんじゃないな、うん、快感を求めて、快感、まあ、ストレスなんてもんじゃない、うん、快感だな、うん、そうそうそう、あ、うん、素晴らしいです。あのね、うん、今日の写真さ、金本、うん、さんがね、うん、プリントされた写真持ってきてね、うん、この中から出て、うん、何百枚もあるんだよ何百枚もあってね、選ぶのが大変。そう、もう本当にね、めぐらで目つぶってね、うん、あの、こう選んでね、箱にこれでやっちゃったそれひでえ ね、もうだって、まずいね、こんなにあるんだもん、写真がそう選べねえよ。そうか、ね、みんなかっこいい写真でね、まあ、本当に、まあ、よかったね、今日はね、うん、よかったよかった。そういうことで、はい、はい、お知らせしますね。お知らせも、はい、まちづくり研究会ね、11月の例会です。21日明日ですね、7時から伝承館でやりますんで、よろしくお願いします。どなたでもご参加いただければいいと、ね、はい、続いては、翌日ですね、22日水曜日、うん、1時半からね、まちづくり講演会っていうのをやります。町並み景観賞のね、表彰式の後、あの、やっていただくんですけど、うん、はい、この方ね、あれです、松代のね、西条のね、家計のお父さんが家計の出身なんですよ、はい、そういった方が来ていただいてね、ちょっと講演をしていただくという形になります。はい、はい、
ぜひぜひお出かけください。はい、続いて、ね、はい、1枚。はい、はい、これからね、今度は表彰式、かがしコンクールもやってるんですけどね。あ、これやりましたね。はい、うん、高知かがしコンクール、これのね、表彰式。はい、これがね、11月23日木曜日、今週だね、うん、日曜日の、あ、土曜、木曜日の10時からね、11日、11時まで一応やる予定です。はい、一応私は駅で、うん、それとあとプラットフォームを使ってね、一応表彰されたっていうかね、抽選でこう皆さんやって選んだのを一通り全部並べて、そこでもって表彰式をやるという形になります。あれ、形持ってくる？あ、そうです、そうです。あの、今まではあそこの田んぼの中で、ね、うんうん、やってて、皆さんで投票していただいて、それから表彰式という形になりますね。なるほど。はいはい、もう一つは、はい、その日曜日ですね、はい、秋の高狩りという形で、はい、これも10時半から12時まで一応やる予定です。あの、また大学の先生来るの？はい、あ、そうです、日本松先生ね。あ、あの、一応あの皆さんに説明をするという形で、今ここに映っているのが、女性の高翔ですね。その方が来て、一応高こう飛ばして、ね、鳩を捕まえるとかっていうのをやるですね。あ、本当に鳩を捕まえる？はい、あ、捕まえるんですか、ね。はい、すげえな。そういうことをやるようにね。で、まあ、学生さんもね、自分たちでいろんなものをね、うん、作ったやつをね、200名限定でね、うん、ちょっとあの配るって言ってましたんで、はい、そういったところ、まあ、あと二本松先生もね、うん、本を作ったので、そのところでね、本をちょっと販売しようかなっていうふうに思ってますんでね、ぜひぜひお出かけいただければな。参加料無料ですのでね、ぜひお出かけいただきたいなというふうに思います。もう一度、いつだっけ、23日だっけ？23日の日曜日、10時半からね、12時までの間って。違う違う、日曜日、26日に。あ、26日ね。はいはい、で高狩りです。わかりました。はい、そんな形です。はい、ぜひおいでいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。いいですか？はいはい、はい、来週ですか？はい、来週ですね。来週は一応私がやりますね。はい、はい、あの、松代の文化と町と人を未来につなぐっていうこのプロジェクトがあってね、まあ、一応完成したっていう形ですので、あ、あの二の丸、本丸でね、一応イベントやりました。はい、そのイベントのお話をさせていただきたいなというふうに思います。まあ、これ夢空間の、ね、理事でもあるんですけども、プロジェクトリーダー青木さんに、ね、来ていただいて、そのお話を聞ければいいかなというふうに思います。うん、あとね、要は松代中学校 の、うん、あの歌もできたとかね、うん、それからあとはね、太鼓もやったりとか、あと悟空って太鼓あったのね、うん、全国的な、うん、その方が来て、あの太鼓叩いたりとかね。なるほど。はい、あといろんなあの催しがあったので、うん、そういったところのね、まあ、写真も撮ってあるので、ぜひね、見ていただきたいな、説明もしていただいてという形になります。ちょっと15分じゃちょっと厳しいんですけど、はい、なんとかまとめてやろうかなという形です。はい、はい、ということで、はい、よろしくお願いします。来週のシャトクレマチをどうぞお楽しみに。はい、お願いいたします。松代あなたの街、それそれそれくらい松代、また見た。